JR 東日本の坂寄投手ですけど、まあ、左の先発中継ぎとして、まあ、JR 東日本という今かなりこう全国でも、トップレベルの、まあ、チームで、貴重な左の戦力として、毎試合、いいところで、三振が取りたいときに取ってくれるという、武器としては、まあ右バッターに対するストレートとカットボールで、その中で、ダブルプレーを取りたいときの低めの変化球の腕の振りといった部分がものすごく特徴で、体も180センチ以上ありますし、中継ぎとして、来年かなりフル回転してくれるんじゃないかなと思っております。今、まあ、オリックスの中継ぎ陣が右投手がものすごく多くて、で、まあ、先ほども言ったんですけど、かなり、右で、まあ、真っ直ぐも速くて変化球も良くてっていう右の中継ぎが多い中で、まあ、左でもうキレと、まあ、変化球を低めに丁寧に投げるといった部分でバッターを処理していってほしいかなっていうふうに思っております。